ポートレベルでの友人模型タンカーの操舵室からの長めポートレベルでの25万トン級マンモスタンカーの模型ポートレベル操船訓練センターとはフランスのマンモスタンカー、コンテナ船、LNG 輸送船、客船等の水先案内人を要請する訓練所である。この訓練施設で使用される常用船舶模型は1、25である。運河や 湾や概要が再現されている。この種の施設としては、世界初のものである。この訓練所は1967年に、フランスのグルノーブル近郊にロボーラトワールド・オフィノイ・ディ・イドリリークによって設立された。訓練コースは正式な水先案内人によって、指導される。1967年以来、世界中から6500人以上の水先案内人、 船長、航海士が訓練を行った。フランス人、欧州人、オーストラリア人、ブラジル人、北、アメリカ人の水先案内人の90%近くが、この訓練所の生徒だった。友人の船舶模型訓練は、現在、国際海事機関の2005年12月のレゾリューション A960 によって推奨されている。施設は、 ジョン・マクフィーによるザ・アトランティック・マンスリーの記事に掲載され、同様に彼の著書であるアンコモン・イタリアズで出版された。訓練書の起源は50年代に遡る、ポートレベルの親会社であるサグリアは模型船舶を使用して操船の実習を行っていた。1960年代末にタンカーの操船の必要性により、エッソが設立した。 1967年から1970年にサグリアによって設立された。乗船する模型は小さいが、実物と同様の挙動を示すようにできている。グルノーブル近くのアルプスのふもとにある。1-25スケールの操船の実習に用いられる。模型船舶は1-25スケールに統一されている。9隻あり、3隻のタグボートがある。それらは、 DGPS によって航路を追跡されている。ありがとうございます。